めげないしがない、わそい。はい、今回の動画は、一番くじ、エヴァンゲリオン初号機 VS 第13号機やっていきます。イエーイ、うん、筋肉めっちゃ楽しみにしてたじゃん。楽しみにしてたよ、もう、映画も見たもの。エヴァンゲリオン大好き人間。そういうことよ。はい、アスカ、アスカ、アスカ推しを叫ぶちなみに自分はレイです。最新の劇場版エヴァンゲリオン仕様の一番くじとなっております。そうです。で、今回なんとメガインパクトシリーズの初号機と13号機のフィギュアがあると、うん、でかい。初号機26センチ、でかーい。いや、どうした、なんだ。そこから人間になり、 C 賞シンジ君、 D 賞アスカ、うん、そして E 賞がレイが、今回髪が長いバージョンになってるんですね。これフィギュア化初じゃないかな。初すごいよね。その毛量に、毛量にびっくりしたし羨ましいなって思いました。はい、以上が上位賞、5種類でございます。続きまして下位賞、これが結構シンプル。 F 賞のハンドタオル、これが選べる全8種、うん、そして、G 賞がサコッシュ、選べる全8種。そして最後に H 賞のクリアファイルが選べる全11種ということで、全部選べます。選べるんだね。とにかく会社が出たら選べるんで、もうエヴァンゲリオンのくじ今回引こうかなって思ってる人は、とにかく早めにコンビニへゴー。ゴー。セブンイレブンへゴー。ゴー。ね。今、ウマ娘のね、キャンペーンとかもやってるんで、あ、それファミマだごめん。もうでも俺、ゾーン買ったし、あの、いくつかもう買いました。そしてラストワン賞がラスワンバージョンの初号機のフィギュア。ね、メタリックになってます。今回、剣道どうした、首首になったの、剣道首じゃねえ、これ。いない。あと今回、発売日がなんと一番くじ、いつもだったら土曜日なのが今回水曜日。で、フィギュアめちゃめちゃ種類が多くて、で、さらには A 賞、B 賞がこのメガインパクトっていうめちゃめちゃでかいフィギュアなのに、うん、1回なんと680円、安いよね。安すぎる。俺びっくりした。今回の、ヤシマ作戦、期待、引くまでやってきまーすマジか、やるか。個人で引いて、フィギュアが引けなかったらそのまま引き続けるという特殊ルールでやっていきたいと思います。それでは期待目指して頑張っていきましょう。レオナズ、レオナさん、行きます。入る、入った子さん、アスカ引いちゃった。何してんの。あ、サコシ、サコシ嬉しい。会社選べるからね、ワイのターン。あ、でもさ、すごい、良かった、あ、すまん。あ、でも、初号機、機体13号機、はい、はい、これも一番くじのやつだからね。あの星のカービィの、そう、くじの、あ、かけると肩に乗っかるやつか。よし、お願いします。太陽、期待を期待して、よし、あとラスト1名、これだ、はい、OK、お願いします。頑張れ、はい、また、うん、これが普通なんだよね。まあね、いや、ちょっと偏ってるね。はい、もう F 引くなよ。おっぱ、引きたくないよ、こっちも F 以外めっちゃ拭くね、タオル。そうだね、タオル僕が何をしたんでしょうか、ワイさん。今日なんか悪いことしたんじゃないの、あなた逆にすごい、うん、お父さんにもすごいって言われちゃうぐらいすごい引き、うん、ボーン、ボーン、ノーン、フィギュアが、助けてって、うん、っていうか引いてくれって言って、引いてくれって絶対言ってるって。なるほど、じゃあちょっとどの辺で呼んでるかね。そうですね、どの辺で1枚いいですか。何がいいやろ、あらって、なるほど、
そこはやっぱ自分の力で弾けって、ね、自分の力で耳を傾けてすると、まあ、分かった。まあまあ中で痛いとこぐらい出るって。お、褒めて、弾いたら褒めて、いいだね。H、まあ、さっきのタオルよりかはマシだ。やばい、やっぱタオル出るね。始まった、やめろ、始まったとか言うな。始まった、おい、始まるんじゃないよ。ポンプしたんじゃない？ポンプした FFHH。 やばいね。うわー、マジで、ちょっと嘘やん、嘘やん。サクシュが、サクシュなんてあったんだ。いや、A、B、E。 やったー、嘘。うわー、うわー、うわー。いきます、ボーンっていくで。はいよ、ボーン。困るよ。やだ、そうしました。あら、やだ、タオル好きね。ほんとね、クリアファイル好きね。おめえ言葉になっちゃうわよ。いいのか、クリアファイル好きね。いやいやいや、全然全然。これはもう僕の、ね、僕のあれです。右手がちょっと悪い。これいよいよやばい。ありがとうございます、応援をいただきました、お願いします。やばい、ロッコか、これ本当ロッコなのか。クリアファイル、もう分かんない、これクリアファイルじゃないの。なんでそこで久々に見たサコッシュ。そうだね、久々に見たハンドタオル。音出ないね。なかなか見ないね、ここまでの。そうだね。クリアファイル4の覚えちゃったよ、クリアファイル。 H がクリアファイルって先生覚えちゃったじゃん。覚えちゃった。いきます、やっと。ありがとう。終わったね。本当に。オッケー、お疲れ様。あとはもう一体ワンチャン弾ければいいかなってとこだよね。欲しいよな。初号機か。おお、レイ引いた。レイ出た。よかった。え、逆にあと。え？ん？じゃあまた B だっけ？ B で？いや、コンプじゃねこれ。これは G ですね。来てる？いや、俺は止まらねえからよ。止まるんじゃねえぞ。じゃあこれ持って帰ろ。持ってかないで。お疲れ筋肉。お疲れ様。ここでね、頑張ったねって思ってくれた方、ね、下からチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。最初めちゃめちゃさ、ドブったじゃん。おー、そうそう。でその後追い筋とか言ってさ、くじ引くじゃん、でまたドブるじゃん、ドブるね、繰り返すじゃん、うん、あの一番くじのね、あの怖いところって、行けば行くほど引き返せなくなるよ。そう、それなんだよね。でも結果最終的にめっちゃいい引きできたからよかったね、うん、そうですよ、期待もれたし、レイちゃん2体最後にフィギュア3体引きよ、これ、ね、いや、めっちゃ良かったね、ほんと。それなかったわ、だいぶ救われたと思うよ。救われたよ、はい、なんでめっちゃ筋肉ドブったと思うじゃん、うん、意外とフィギュア確率だけで考えたらトントンぐらいまで取り返しました。取り返した。でさらにワイエストレオナが普通にいい引きしたんで、そうだね、全部ひっくるめてトータル今回、うん、勝ちです。イエイ、ヤシマ作戦成功。成功。でも逆に言うと、うん、あと13号機あればフィギュアコンプだったんですよ。そうよ、惜しかったけど、まあ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 、まあ、っていう感じですね。クマ入る大量にコンプしていくかな、ホッシャー。え、どうもそう。何？めっちゃこうな。そんなに重たいの？重いんだよ。レオナの好みで選んできたレイとカオル。で、もう筋肉はね、めちゃめちゃクリアファイル引いてるやん。もうこれ、え、何？全種類？全種類あるよ。あ、本当に？あの、ところどころ被るけど、全種類選んだから。うん、あ、本当に？うん、はじめましてお父さんもおるで。すげえなー。でしょー。
美里さんも手に入れました。お、出た。あ、はじめまして、お父さん。お父さん、あんたバカ。はい、というわけで開けました。2枚セットでーす。はーい、片方は非常にシンプル。そう、うん、ただ裏がね、そういうことです。しっかりキャラクターデザインされてまーす、ね、がっしりした線で描かれてるよね。うん、すごいはっきりした線画っていうのかな。そうだね、ね、でめっちゃ真っ赤だね。そうなんだよ、アスカね。えそっちは灰色。うん、最初俺 QR コードかと思ったこれ。何なの、何なのそれ。ほら、このカオルくん、なんとなんと後ろにいる。重ねてこれよ。はあ、これさ、紙入れたらどうなんの、映んないじゃん。確かに映らない。はい、じゃあ紙がね、こうやって入ってるとするじゃない。入ったね。え、うん、はじめましてお父さん。おう、何もいないじゃん。そうだね、誰だ、ね、君は。なんだこれって。おう、はじめまして。おお、ね、紙取ると、紙取ると挨拶ができる。挨拶ができる。クリアファイルですこれ。はい、じゃあ続きまして G 賞のサコッシュ。はい、ね、俺が2コッシュ。お、こっちは5コッシュ。お、まあでも結構少なめ、そう、ね、いっぱい引いた割には。うん、はい、サコッシュ。あ、意外と小さい。そうだね、なんだろう、これ以上広がないんだ。広がないんだよ、引っ張っても引っ張っても。なるほど。そう、まあデザインとしては、はい、こっち側に機体の横側、うん、でこっち側にネルフ、お、でございます、うん、で上のところにボタンがついてて、それをペケッと開けた中に紐が入ってて、うん、紐を出しますと、多分これ肩に下げれるカバンに、はい、早代わり。カバンってこと、でかくなくね。え、これ何が入るよ。なんだろうね、ちょうどいいってやつか。そうね、ちょっと暑い日、夏の日にちょっと、あー汗かいちゃった、ペッペッペッってこう。なるほどね、つけるよ。うん、またパトカー来てますね。生地薄いっすね、意外とね。そうだね。うん、まあ、ちょっと使い道むずいかも。じゃあ次、ある、暑い夏の日にね、おー、ちょっと汗かいちゃったってなったら、こう、頭になったわってこうね、ごわっつ。おー、すごいね。暑いのよ、もう、暑いのよ、もう。開けました。はい。はい。こっち、上の方に02。アスカの2号機。そして、アスカの影かね、これ。シルエットですね。そう、シルエットか、それが痛かった。ね、真っ赤だね。じゃあ、カラーは、このキャラクターの色になってるけども、この、プラグスーツの色かな、このオレンジ色。あ、確かに。うん、今回、解消が全体的に、すごいシンプルなんですよ。こういうのもデザインがすごいシンプルじゃない。そうだね。はい、それでは最後にフィギュア、こちらのね4種類を紹介していきたいと思います。はーい、行こうぜ。シンジ君が、はい、まあ、1本しかないんだけど、うん、一番クオリティとしては低いんじゃないかなって思っています。あー、でもすごいやっぱシンプルね。ちょっとある、のくせにスタイルいいな、ムカつくわ。スタイルはいいんだね。ケツ引き締まってるし、つい見ちゃうんだよ最近。あ、まあなるほどね。もうポムポムプリンからさ、あ、まあ、尻を見る癖がついた。つい尻を見ちゃう癖がね。あ、ついちゃったか。ついちゃったから。俺に遭遇したらみんなケツ守れよ。プラグスーツってそもそもほら、あんまり衣装としては派手ではないじゃん。あ、そうだね。それをフィギュア化しても、うん、造形的には動きがあったりとか、そう、躍動感がない、エフェクトがあったりとか、ないね、そういうのがないっていうのはちょっと寂しいかなと思います。確かにな。はい。ああ、ショタ顔だね。ショタ顔。うん、まあ、中学生だからね。まあ実際ショタなのか、ショタ顔ってかショタか。そうだよ、そう、そうか、そうか、そうか。思春期真っ盛りよ。まあ、確かに。そんなこの尻を君はずっと見てんだよ。いや、だって見て、あ、すげえテカテカ。いや、めっちゃ引き締まってない。すごい、何このキュッとしたヒップ。なるほどなるほど。まあまあまあ、このままもう紹介しちゃいますけども。はい、まだシンジ君、はい、こんな感じとなっております。うん、まあ本当にシンプルでいいですね。でもね、ちょっとここ髪の毛立ってんだね、ここ。そうね。髪の毛がちょっとだけね、ここね、立ってますね。おい、北の方、まあ、飾りやすいですね。そうだね、うん、この感じ。アスカ、お、立ててみました。ええー、なー、どうでしょうか。へそを見せてくれ、へそを。あ、そうね。おー、はい、でーい、このお腹のこのくびれっていうかさ、そうね、このスタイリッシュな感じ、これまたいいですね。いや、よく再現されてる、かっこいいね。いいね、うん、似合うんだよ本当に。贅沢言えばね、眼帯がね、はいはいはい、うん、あのできれば立体的に、もうちょっと頑張ってほしかったなってのはある。要は眼帯の立体感が、そう、立体感がね、ちょっと薄いのっていうところですね。はい、ちょっとプリント感があるっていうところですね。そうそう、このプラグスーツ自体、このやっぱキュッて引き締まるんだよね。そうなんだよ。なるほど、体のラインがもうバッシリと。じゃあレイちゃんのも見たいね。これは楽しみにしてなさいよ。上位賞の中でも、うん、やっぱ680円ということもあり、
基本的にはちょっとプライズレベルにはなるかなっていうところではありますけど、やっぱ一番くじのフィギュアは一番くじ限定なんだよね。レイちゃんのレイちゃんがフィギュアです。やっぱり毛量すげえ、すごいな。後ろから見た感じのインパクトすごいね。これすごいことになってるわ。もうこれすでにメガインパクトですよ、これからしたら。下から覗いたらどうですかね。覗いてごらん。どう感想は。閉まってねえなー。新鮮だよね、こうショートだった子が髪伸ばすっていうのはね。本当にパッとこれだけ置かれてて、うん、レイとはならない。やっぱりそうだね。やっぱね、毛の量があると動きとか立体感が出やすいから、うん、そうだね、うん、いいなってやっぱ思っちゃうんだよね。横から見ても結構すごい。もうちょっと見えづらいけど肉眼ではまあまあ目立ちます、はい、汚れてますここ。はい、茶色ですね。まあフィギュアあるあるなんだけどね、たまにやっぱこう塗装で色ついちゃったりとか、まあ、傷がピーって入っちゃってたりとかあるあるなんですけど、今回レイちゃんになんと、うん、はい、ありました。おおおお、え、マジすげえじゃんこれ。おおおおお、本当にさ、なんだっけ、おもちゃコーナーとかにあるちゃんとしたこれ市販のフィギュアレベルの。ああ、確かにね、この時点でじゃーん。でかい、まずでかい、やばいやばいやばい、これはインパクトやばいわ。いや、メガだね、メガ。いやこれね、結構感動したね。すごいよ、うん、これはやばすぎ。これ彩色も綺麗だもの。見どころ多いっすね。うん、もう顔がめちゃめちゃさ小さく見えちゃう。あ、確かにね、全体から見た時にね。いや、これはすごいなぁ。いいよ、当てれたよこれ。あ、なるほどね。やっぱね、ここにもう力入れたんや、うん、今回。そういうことだね。それが一体になるよ。前回のメガインパクトシリーズもめちゃめちゃに人気高かったみたいだから、うんうん、俺らはね引かなかったんですけども、うん、はい、でも後ろから見てもまたこれインパクトが伝わるでしょ。重さは意外とそんなにめっちゃ重いかっていうと、そこまででもないではないんだね、うん、軽くもないけどもね。だけどまあ一周ぐるっと見せまーす。いやー、もうこれどの角度から見ても素晴らしい出来ですよ。おー、すごい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 ねえ。はい、おー、この何、遠近法。遠近法ね、わかる。そう、遠近法。このインパクト映像でも伝わるでしょ。伝わる伝わるわ。これがメガインパクトじゃん、うん、でさっき筋肉も言ってたけど、この色使いとかもね、うん、すごいしっかりしてますね。はい、いや思った以上ですね。はい、よかった。これが680円なの。ここにめっちゃ力入れた感が今回感じられました。俺これ見れただけで本当にね、すごい良かった。今日はいい夢が見れる。いい夢見れます。もうずっと俺夢の中でドゥン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 うなされねえそれ。はい、というわけで今回の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。バイスチャンネル、くじ動画たくさん投稿しておりますので、くじ大好きな方、そして今日の筋肉頑張ったなと思ってくれた方ですね、ぜひ下からチャンネル登録と高評価、こちらよろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、じゃじゃ。世界は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない。